Ladies and gentlemen, boys and girls, give it up for Bunny! Bunny's showtime! What's up? Bunny です! はい、皆さんこんにちは、Bunny です! 今日もやってまいりました、Bunny の showtime! はい、ちょっといつもと違う感じでやってみたかった。はい、今日はですね、フォニックスっていうものを一緒にやっていこうと思います。イエーイ。ボニーのツイッターで毎日毎日ちょっと休んだりして毎日ですね、フォニックス動画を流しているんですけど、まずフォニックスとはってところからちょっと説明させていただくと、フォニックスっていうのはアルファベットの音とアルファベットの文字の関係性を学んでいく学習法になります。はい、これができると何がいいかというとですね、全く知らない単語だったものでもルールを知ることによってさって読めたりするんですよ。もうこれあれでしょみたいな感じで読めたりするんですね。あとは全然知らん単語初めて聞いた単語でもすぐに綴りが分かったり、こう意味が分かったりするっていうのがフォニックスのいいところでございます。なので今日はね、一緒にフォニックスやっていこうかなと思います。で、フォニックスってすっごいいっぱいルールあるんですよ。けど、まあ、最初の基本として A から G までの基本の音を今日はね紹介しようと思います。それでは Let's get started! はい、ではね、今日 A からまずはやっていこうと思います。 A はあ、これね、ちょっと下に行く感じ、あですね。で、A の口をしながらあーって言います。あーあー、そしたら A とあーが混ざったような音になるんですよ。で、これを集中して、それこれを意識してやっていきます。なので、あー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 で、上に上がらないようにしてくださいね。あー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 じゃなくて、あー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 、 OK? では続いて、で、これ後で単語と一緒にやるので今は音だけ紹介します。はい、では次 B なんですけど、 B はブッブッブッ、これリップスティック塗った後みたいな、ブッ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 ってやりますよね。リップバームとか何でも塗った時マン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 ってやりますよね。これと一緒です。これでブッって勢いよくやります。例えばですよ、友達を驚かそうとしてくれてブッ。はい、では続いて C なんですけども、 C はスイッスイじゃなくてですね、喉から出します。喉からクッっていう音を勢いよくこうやってフンって出す、クッククッククッ、こんな感じ。ちーまる子ちゃんの野口さんかな、こうやってクッ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 クってやってるやんか、それと一緒です。クッククッ、これが C の音になります。じゃあ続いて D なんですけども、 D は上の歯茎と上のちょっと歯の裏ぐらいに舌をこうやってでで、で、でって当てます。これが D の音です。で、で、ダークとかね、で、で、これで、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 では続いては E。 それでは E の音はえ、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 これね、口を横にしてもほんまにえ何って驚いてる時と一緒の A です。これは完全に一緒だから横に広げることを意識してえ、え、ええ、この時ね、どこもどれもそうなんですけど、発音を意識しすぎてなんか力入りすぎて、ここら辺力抜いてくださいね。全部リラックスリラックスリラックスでいきましょう。はい、では続いて F は口の下の唇の端っこぐらいを意識して、ここら辺にね歯を乗せてフッ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 、見るかな、フッフッ、こんな感じ、フッフッ、はい、これが F の音です。なのでこれ、ここからフーって言わなくていいんですよ。ここに置いて、そしたらそこからフーっていう音をここ喉ぐらいからフッ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 っていう風と共に出します。それフって感じね、イメージ的には。はい、続いては G は GG じゃないですよ、喉から出します。 G は喉からで、グッ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 、これね、喉ほんまにここを狙ってグッって言います。で、グーの時思いっきり上に出す感じでグッグッ、はい、これやりすぎないようにグッ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 、これが G の音、グッグッグリラとか喉から出すことを意識します。はい、では次は H をやっていきます。 H はハッハッ、息を出す感じで、息を出しながら
はっていう音を出します。はっ、はっ、こんな感じね。あの人の目の前でやりすぎるとこんな感じになっちゃいますよ。はっ、はっ。では続いては I。 I はい、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 指一本くらい入る感じぐらいの口をちょっと開けて、これもまた横にします。いー、と、A の時とほとんど一緒のぐらいの口の大きさで、い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 、キャッタ、歯も開けても開けなくてもいーっていう音が出れば大丈夫です。い、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 インクとかね、イグアナとか、いー、しっかりこれ広げる。 OK？ では続いて J。 J、 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 はい、J なんですけれども、 J は胸に手を当てて、手に胸を、胸に手を当てて、ジュ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 ってやります。ジュジュね。なんかでもここから音出すんですよ。ちょっとむずい、イメージできないかもしれないけど、ここから出してジュジュ、ここが揺れるのを感じましょう。ジュジュジェット、ジュジュジェット。 OK？ では続いて K。 K、 K、 K。One hour later。 AKB の Team K。 はい、では続いて K をやっていきます。はい、じゃあ K なんですけれども、 K はなんと C と全く一緒です。はい、 C はどんな音でしたっけ。喉からクっていう音を勢いよく出しますよね。ク、野口さん、野口さん意識してク。はい、これが C でした。これと全く一緒なので、本当 K もク。はい、全く一緒です。では続いて L なんですけどね、結構あのみんな難しいって言うけど実は簡単です。はい、じゃあ L はここにつける、歯茎にル、ル、歯茎の上にベターリ舌をつけてください。こんな感じ、ル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 、これね、これが L の音、ル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 。本当につけて引っこ抜くだけ、ル、ル、レモン、ル、ル、レモン、ザ・テレビジャン。 L がこれですよ。ほんとピタってくっつけるだけ。 OK？ では続いて M もやっていきたいと思います。 M は B と口が一緒なんですよ。 B はブッブッでしたよね。 M も一緒でムッムッ、唇になんかリップスティックとかあのリップバームとかいろいろつけた時にムン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 って伸ばし忘れない。これ全く一緒、これムン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 、これが M の音。じゃあ続いては N。はい、N の音は鼻から出すことを意識してぬ、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 こんな感じ、ぬ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 。はい、じゃあ次は O。 O はあ、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 口を大きく開けてあー、このぐらい、あー、このぐらい開けてお、お、っていう、ちょっとあーの口に近い、あーの口にしながらおーって言います。あーとおーの音がちょっと混ざるぐらい、これがおーの音になります。あ、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 あーんとかあーとかしとかね。はい、しっかり口を大きく開けましょう。はい、では次 P なんですけれども、 P はプッ、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 この動き分かりますよね。 B も M も一緒です。これブッ、ブッと一緒の音で、これがプーに変わるだけです。プッ、プッ、プッ、プッ。 OK？はい、これね、すぐできると思う、みんな。ペッペッペレレ、ペレペッペッペペの時の口と一緒やから、一緒、できますよね。うん。はい、では続いては、Q。 はい、Q をやっていきたいと思います。Q は、なんとまたまた C と K と一緒なんですよ。はい、それではね、やっていきましょう。喉を意識して、クッ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 、こんな感じ、クイーンとか。クイズとかね。はい、しっかりクック勢いよく出していきましょう。では続いて R。 R はルルルル、これ L と R よく間違えるんですよね。ただ L はさっきベチョってつけましたよね。 R はどこにもつけないです。どこにもつけずにちっちゃいうーってしたらルルルルって言います。ルルルル、この時どこもつけちゃダメですよ。はい、これが R の音になります。はい、Rise とかね、Rise と Lies は全然違う意味になるから気をつけてください。
rice. Okay? はい、ではね、次は S! S は歯を閉じて、そこから空気を出す感じで、これね、よくフィリピン人の人がってやってる時のスッと一緒ね。では、これ覚えておいてくださいね。これサンとかやります。では続いては T! T なんですけども、 T はさっきの D と似てて、歯の裏側に舌をトントンって当てる感じ。テッ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 、この時にトーとテーの間ぐらい、テッ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 、これが T の音になります。では続いては U はなんと、これ千と千尋の神隠しの顔なしみたいな感じ。奥に音を出す感じ。しかも口はそこまで開けない。でこれよく間違えるのが bus っていう単語あるでしょ、 bus ね。でこれをバスっていうじゃないですか、日本って。だからバースバースって言いがちなんですけど、そしたら A に聞こえちゃうんですよね。 A がああなので、そこと区別をしっかりつけないといけません。だから A はああ、U ははい、これしっかり区別していきましょう。はい、続いて B! B は F の時と似てて、この下のここに歯を当てて、ここでなんかちょっとバイブが鳴ってる感じで V っていう風にやります。はい、でここでバイオリンとか空気出す感じね。続いては W! Let's get it! はい、 W なんですけども、 W はうわっうわっ、こう下から上に湧き上げてくる感じで、うわってやります。で口はうーちっちゃくうーってやりながら、うわうわってやる。うわうわじゃなくて、うわ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 、ほんまにちょっと驚いた感じ。続きまして X。 X は笑った感じでこんな感じで、ほんとぶりっこ。ぶりっこすればは OK。 ぶりっこしたら完璧。クス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 ク、ちょっと、いえって言ってます。いえって言いながら弾く感じで。いえ。Alright! じゃあ続いては Z! Z なんですけども、Z は S の発音の仕方とちょっと似てます。歯を閉じて、そこからズーっていう音を出します。ズー。ちょっとなんか、こんな感じ。ズー。で、これで Zebra とか言ったりします。はい、じゃあ続いてですね、A から Z までぶっ通しで単語と一緒にやっていきましょう。2回繰り返します。2回単語を繰り返し続けていきますね。はい、では A からどんどんやっていきます。 Ready? 1, 2. A says A apple. A says A apple. B says B bear. B says B bearC says cow. C says cow. D says dog. D says dog. E says egg. E says egg. F says fish. F says fish. G says ghost. G says ghost. H says hi. H says hi.
Japan. K says kangaroo. K says kangaroo. L says lemon. L says lemon. M says monkey. M says monkey. N says nest. N says nest. O says octopus. O says octopus. P says pig. P says pig. Q says queen. Q says queen. R says rabbit. R says rabbit. S says sun. S says sun. T says tomato. T says tomato. U says umbrella. U says umbrella. V says violin. V says violin. W says wood. W says wood. W says wood. X says fox. X says fox. Y says yes. Y says yes. Z says zebra. Z says zebra. Alright, good job everyone! 皆さんできましたか ?OK! はい、フォニックスのね、単語とリズムだけの動画も出そうかなと思いますので、ぜひぜひそちらもチェックイラーでお願いします。Alright, thank you for watching! And いいねと、Don't forget to subscribe! チャンネル登録をお願いします。で、わー、めっちゃ役に立ったとか、ファンフォニックス何言ってんのっていうの、意見がありましたらね、ぜひぜひコメントの方もお願いします。今後のビデオの参考にさせていただきます。はい、というわけで今回、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。See you in my next video! Bye bye!